ようこそ三浦恋の部屋へ、今日もですね三浦恋一人とホワイトボードでお届けしようかなと思います。で実は冒頭にちょっと謝罪なんですが、このラグビー高校全国大会花園を楽しもうっていう動画コンテンツは実は撮影2回目です。1回目の時にですねちょっと準備をあんまりせずにちょっと勢いで撮ってしまって、まあ、抽選があるんで急いだところもあってちょっといろいろ調べたことがちょっと全然浅くてですね、関西ファンの方には多大な迷惑をおかけしたなということで、もう一度撮り直そうかなと思います。本来この三浦恋の部屋のチャンネル、まあ、ちょっとだけ雑談になるんですけど、最初は少しでもラグビー盛り上げたい、お世話になったラグビーに恩返ししたいということでワールドカップのところから時から始めてて、まあ趣味の延長だったんですけれども、ただいつの間にかどんどん大きくなってて、でも大きくなっていくことは個人的には嬉しいんですけれども、その分なんか責任が伴うと、僕実は他の活動でも情報発信っていうのは結構やってるんですけれども、やっぱり最初は好き勝手やっててもやっぱ責任が伴うということは YouTube も一緒だなと思ったので、これはもう間違ったことを素直に謝罪し本当申し訳ございませんでした。でもう一回問い直そうということにしました。ということで1回見た方は繰り返しになるところが多々あると思いますが、お付き合いいただければなと。で1回見たよという方は今回ちょっとスルーしていただいて、新しく見る方のためにお届けしようかなと思います。引き続き皆様の知った激励のもと、この三浦恋の部屋を大きくしていければなと思いますので、お付き合いいただければ幸いです。よろしくお願いします。今日はですね12月7日で、抽選の日でした。本来は昨日お届けしたかったんですけれども、抽選決まって、もうついに始まるなということなんですが、12月の7日なんですけど、始まるのが12月27日20日ぐらい空くんですけれども、まあ、その前に皆さんに少しでも高校ラグビーの魅力をお伝えできればなと思います。でまず一番の魅力はですね、このラグビー関係ないって話なんですけど、ただ本当に僕らファンとしてはたまらなく嬉しいのは、その関西の MBS さんっていうテレビ局が本当に高校ラグビー応援してくれて、なんと全部の試合ネットで見れると、MBS さんのホームページに行けば全試合ネットで見れるっていうのはこれもう最高に魅力なんで、もう大学もトップリーグもそんなのないんじゃないですかね。多分ですけど有料でなんかチャンネルに入らない限り見れないと思うので、ラグビーが単純に好きだとか別にチームとか応援関係なくラグビーの試合を見てるだけで楽しいっていう方とかはもうたくさん見れるんで、これがやっぱり去年もやってましたっけ、すごく、高校ラグビーの魅力だな。ラグビーの前で申し訳ないですけど、これは本当に個人的には本当に感謝でございます。で、本当に甲子園から信じられないんですけれども、12月27日から1月7日までのたったの10日間で予選から決勝まで決まってしまうハードスケジュールという感じなので、選手たちは本当に勝ち進んでいくたびに本当に疲弊とともに戦う過酷な大会なんですけれども、でもまあ僕も高校時代花園を目指してて、その夏合宿菅平の時とかはもう花園出たことを想定して1日午前中1試合午後1試合とかをなんか3日間続けたりしたことが懐かしいなって思うぐらい、この本ちゃんの大会に向けて、で僕は3年間出れなかったんですけれども、学生の方はみんなすごい真剣にこの大会で勝ち続けるための体力を温存していると、めちゃめちゃトレーニングしてるってことなので、その学生の青春を楽しんでもらえればなと思います。で1月5日が準決勝で1月7日が決勝、多分ですけど1月7日の決勝はまだ調べても出てこないんですが、一応去年の実績でいうと TBS さんで地上波で放送するので、これももう楽しみにできるかなと、思います。あとごめんなさい、僕結構マニアで好きなのがこれなんですけど、甲子園と一番違うのはバーンって、ね、今回多分トーナメント表とか見た方とかお分かりだと思うんですけど、おお、なんとなくこうなるんだみたいな、
あシード校だとこうやっていくんだっていうふうになると思うんですけど、なぜかですねラグビーってでもこれ僕いいところだと思うんですけどベスト8決まった瞬間にあのもう一回抽選でシャッフルするとでベスト4もそれやるとでその日あのベスト8が出揃った最後の試合の後にまでに他の7校のキャプテンが全部あの準備しててグラウンドで、まあ、抽選するとあの YouTube 動画に上がってるんで結構面白いと思うんですけどそれとかもあってなかなかラグビーの花園だから味わえる楽しみとかもあったりするかなと思いますのでぜひそこもチェックしてみてください。で、2つ目高校ラグビーオリジナルルールっていうふうに書いたんですけれども皆さん、まあ、大半の方がまあ、毎年ね応援されてる方だったらあれだと思うんですけれども、日本代表からラグビーファンになってそれで、まあ、あと地上波もやるって、まあ、三浦から聞いたから早慶明の試合を見てみるかというのとかも結構楽しんでいただいたと思うんですが、でそこからの流れでよしじゃあそんなに言うんだったら高校も見てみようという方も多いことを期待しております。で、その皆様に前提としてお伝えしておくと、高校のオリジナルルールっていうのがあってですねまず一つ目一番大きいのがですねスクラムを 1.5 メートル以上押しちゃいけないっていうルールがあります。だからバババって 1.5 メートル押したら止まんなきゃいけない。もっと言うとそれ以上押すと押した方がペナルティを受けてしまうということとあとこの飛ばしてちょっとヘッドキャップで頭かぶるやつあると思うんですけど日本代表で言ったらムーア選手とかねラブスカフニ選手とかかぶってましたが、これは大学以上は個人の自由になんですけれども高校はもう絶対にかぶんなきゃいけないということなのでこれを見ても分かる通り、まあ、ラグビーっていうのは危険なスポーツだと特にフォワードスクラムとかは怪我してもおかしくないということなんで昨日この先日のポジションのプロップの時にお話しさせていただいたと思うんですけれども、やっぱりプロップフロントローだけは替えが効かない専門職だっていうこととかも結構付随してると思うんですが、危険なスポーツということで、高校はこういうふうに、まあ、ルールが変わってるということでございます。でもう一つが真ん中の30分ハーフ日本代表も、トップリーグも大学も全部40分ハーフなんですが、高校だけは30分です。で、たかだか10分って思うかもしれないんですけどやってる方からしてみたら結構この10分って、30分やってる方からすると40分で慣れてる方からすると30分って短いなって感じますし逆に僕が30分で高校慣れてて大学で40分ハーフになったらやっぱ長えなというぐらいこの10分って大きいの でそれによって何が起きるかって言ったらやっぱりもうペナルティで徐々にゲームプランでどうのこうのたかだか10分って話だと思うんですけれどもっていうよりはもうトライ取り合戦っていうのが結構高校ラグビーかなと思ってます。だからたくさん展開してスクラムも 1.5 メートルしか押せないし30分しかないってことになると、まあ、たくさんボールが回るというような、展開になるので展開ラグビーとかが好きな方は、面白いんじゃないかなと思います。あとスクラムガツガツの人はちょっと物足りないかもしれないんですけれどもただそことは違うラグビーの魅力に気づけんじゃないかなと思うのでぜひお楽しみください。で、3つ目、シード校をチェックしようっていう話があるんですがごめんなさい、これは僕がもう高校ラグビー自分がやってた時からずっと応援してた時から一緒なんですけれどもやっぱりサッカーとかバスケとか野球と違って全国的に、まあ、やってるチームが少ないというところもあって結構他の球技よりも格差がすごく激しくて強いところが強い弱いところが弱いっていうのが、まあ、県ごととかに、まあ、伝統的にあってでやっぱりなかなか一気に弱いチームが強くなるまでは時間も歴史もかかるっていう状況の中やはりそうなってきた時に普通に抽選してしまうとすごく一つに固まったりするとね不公平っていうか大会自体もあまり盛り上がらないということでシード校っていうのが結構しっかり設定されるのがラグビーの全国大会でございます。で大きくは A シードと B シードと
いうことがあって、まあ、簡単に言うとちょっと下に今日軽くシードノーシード校の話をさせていただきますが、ノーシード校はだけが最初戦って、でその勝ったところが B シードのところと戦うというところで、A シードはさらにその後っていうことになったりしてくるので、なかなかなんていうんですか、ノーシード校が決勝まで行くのと A シードが決勝まで行くのではもう試合数が2試合とか違うんで、結構辛いかなと思うんですが、そのノーシード校の戦いとかもそれはそれで楽しいですし、もう僕さっき調べたんですけど、長崎北洋大とか報徳学園とか岩道水館とか本郷とか、まあ、秋田中央も最近あれですけど、ここら辺がノーシードって聞くと、まあ、これはこれで初戦から楽しみだなっていう感じはします。で、先ほどお伝えしたその格差があって、強いところは強い、弱いところは弱いっていうところ、あ、なかなか弱いところは強くなれないっていう、その高校ラグビーの歴史がある中、僕もずっとコアファンとして見させていただくと、バーンって実際自分で書きましたが、まあ今年はこうなのねと。あれ、この学校ってなんか急に出てきたねっていうのは申し訳ないですけど、今年はなかったなと。ただしいて言えば、東福岡と常翔学園と、東海大仰星とかが、あ、 B シードなんだと。その代わり、あ、今年は京都成章と御世実業が A シードなんだという、発見はありましたが、A シード、B シード抜きにこのシード校って見ると、まあ、お、常連校だねという感じはします。で、そこで、まあ、少しでも皆様が自分の県とかも含めてね、自分の県に住んでる地域の代表とかもちょっと気になると思うので、もうすいません、全部46都道県7都道府県全部は説明できないんですが、まあ、シード校を中心にお話しさせていただければなと、思います。もう本当にもう去年は優勝したのはご存知、大阪桐蔭というところですね。ですが今年 B シードだと。じゃあこの A シードと B シードとかシード校ってそもそも何なの、どうやって決めてんのって話だと思うんですけれども、これは、春に選抜大会って言って全国大会があったり、それぞれ各地域で東北地方大会とか、近畿大会、九州大会、関東大会とか、まあいろいろそういうのはやっぱり春からそういう公式戦はあるんですけど、そういう実績をもとにラグビー協会とかが、決めるということなんで、春の実績が結構関わってくるのがシード校の、話でございます。分かりやすいのは桐蔭学園 A シードのところなんですけど、選抜大会だから優勝です。で、御世実業が準優勝です。で、京都成章がベスト4とかあるんで、やっぱりそこの実績から来てんだと。あと細かく言えば近畿大会でどうだったんだ、関東大会どうだったんだっていう話だと思うんですが、そこはやっぱり春の実績ベースでシード校が決まると、お考えくださいということでございます。で、これは別の動画でもお話しましたが、北海道は2校、やっぱりもう広いんでね、2校っていうでかい都道府県ということもあって2校っていうのと、東京も2校、で、あとはなんと大阪が3校という状況なんですが、まあ、高校ラグビーは大阪が盛んだ、中学ラグビーもそうなんですけど、まあ、それはファンの方は皆さんご存知だと思うんですが、ずるいよねという人もいらっしゃると思うんですけど、ただこの3校が出たことによって泣いてるのが、去年花園でも活躍した大阪朝鮮高校が今年は出れないと。その代わり去年は東海大仰星が出なかったんですけれども、彼らは彼らでいくら3校とはいえ、もう皆さんと同じぐらい、他の県と同じぐらいかそれ以上に熾烈な争いをしていると。で、今すごい大阪で伸びていると言われている大阪産業大附属とかは、
あの例の僕があの大学の動画でもお伝えしたんですけれども、あの筑波で第2の福岡堅樹選手って言われてる、言われてるその松永寛太選手がいた大阪産業大附属とかも、花園出れないというところもあったりするので、まあ、あの3校だからってそんなにあのずるいよとか軽々しく言えないっていうぐらい、そこはそこで熾烈かなという感じがします。で、まあ、すみません、全部は無理なんですけど、あのお話しさせていただくと、やっぱり桐蔭学園といえば、なんといってもワールドカップ大活躍した松島幸太郎選手が、あの出身校としては有名ですね。で、花園では、なんか前回の動画で90メートルトライって言ったんですけど、なんか100メートルトライって書いてある記事もあったりして、まあ、つまりあのなかなか見ない自陣でピンチの時にボール奪って、そこから一気に走り抜けてトライしたと。で、皆さん、あのここはあの皆さんご存知だと思うんですが、桐蔭学園といえば神奈川で、神奈川といえば僕の母校である慶応高校、つまり慶応高校は選抜優勝して A シードである桐蔭学園に勝たないと花園に出れないという厳しい状況なんですが、まあただ桐蔭はあの本当に毎年素晴らしい選手を輩出して、それもいろんな大学にあの優秀な選手と輩出してるんで、日本ラグビー業界としてはめちゃめちゃ貴重な存在だと思います。他にもあのサントリーのまあ、代表直前落ちてしまった堀越選手だったりだとか、明治のフランカーでいぶし気なプレーする石井選手とか、あとは皆さんも大好きな早稲田のキャプテンの斉藤直選手とか、まあ、その他、あと慶応も結構あの桐蔭からは優秀な選手来るので、やっぱどうしても僕は花園毎年桐蔭を応援してしまうなという感じでございます。で、京都成章とはここ最近はもう何年ぶりでしたっけ、もう何年連続っていうのもあれなんですが、ここ最近はちょっと5年か6年ぐらいあの連続であの花園出てるんですけれども、もう京都っていうのはもう皆さんあの記憶にもある方もいらっしゃると思うんですが、なんとあのスクールウォーズの、題材にもあのモデルにもなった伏見工業がいて、であの帝京の時の動画でお話しさせていただきましたが、今帝京のバック3の決定力が半端ないんですけれども、奥村選手のフルバック と、ウイングの尾崎選手と木村選手っていうのは3人とも伏見工業出身と。で、今は京都工学院って名前を変えたんですが、もうあのもう京都の決勝といえば、もうここ最近は京都成章と京都工学院のもう一騎打ちと。だからつまりどちらかが花園に、出るまでもうどっちが出ても必ず強いというのが、まあ、京都なんで、やっぱそこで揉まれて A シードということですね。で、五瀬実業はですね、実は去年出てないです。まあもちろん花園ここ数年常連ですし、あと何よりもここ直近でいうと6年前に、母校が出た慶応高校が久しぶりにあの古田選手、丹治選手、辻選手がいた、すごい、珍しいって言い方してたな、あの慶応としては強い代だった時に桐蔭に勝って花園に出たんですけれども、そこでベスト8で負けたのが五瀬実業というぐらい、もうここ最近では強豪なんですけど、去年出てない奈良県です。皆さん分かりますよね。そう、五瀬実業の最大のライバルは天理。もう去年とかもすごくもうフラットラインとかでもうめちゃめちゃ桐蔭とかを苦しめて、すごくいいチームだったんですけど、この天理と五瀬実業がやっぱり切磋琢磨してるから、まあ京奈良とでさっきの京都もやっぱ大阪並みにいつもいい成績を残すということでございます。五瀬実業はなんといっても今年パナソニック行った竹山君っていうのが、まあ、あの未来の代表候補に入るんじゃないかと。あの慶応の時にも逆転トライは竹山君にやられたし、帝京に行った時とかも慶応がいいところで必ず竹山君にやられたっていうぐらい、僕も竹山君だけは異常に覚えてしまったという感じでございます。で、京都成章といえば、まあ、ちょっと前なんですけど、もう清宮監督、今
あのプロリーグ構想の清宮さんがすごく絶大の信頼を置いてた八富選手っていうスクラムハーフが京都青春を結構有名にしたかなっていう感じだと思うんですが、 なんといっても、僕今年で言うと、ちょっとなかなか厳しい帝京を引っ張ってる本郷キャプテン と、もう今年パナソニックトップリーグで優勝しなかったらやべえぞっていうぐらいプレッシャーかかってる中、坂手選手がキャプテンになりましたが、あの復活の坂手選手がの出身校も京都青春ということでございます。 A シード強いです。楽しみにしてますということで応援してます。で、上昇学園から B シードになるんですが、皆さん上昇学園って知ってる方いらっしゃいますかね。昔大阪工大、大工大って言われてて、あの伝説のセンター元木選手が有名だったんですけれども、もう僕もちょうど花園高校とか自分たちがやってた時とかその前後とかってやっぱ大工大異常に強くてですね、それが僕いつの間にか上昇学園に名前変わったことすら知らなかったんですけれども、まあ花園常連で今年もやってくれるだろうっていうことで、あとは明治のセンターでも結構やっぱりキーマンである伊庭くんとかも上昇学園出身なのでぜひチェックしてみてください。で、スターをたくさん輩出してきた東海大仰星、やっぱり一番は、僕は東海大仰星を説明させていただくときにやっぱり一番名前が出てくるのがやっぱり山中亮平選手かなという感じでございます。神戸製鋼日本代表のムードメーカーで、今年で言うとやっぱり早稲田のバックス3人トリオ、トリオじゃないんですけど、もうめちゃめちゃ中心人物である岸岡君、長田君、川瀬君が全部ここ出身で、早稲田でバックスやってるということなんでございます。で、大阪桐蔭っていうのはちょっと具体的な選手っていうよりはもう学校がすごいっていうか、もうね、野球もサッカーもラグビーもね、もうめちゃめちゃすごいですよね。ちなみにこの大阪桐蔭と桐蔭って全く兄弟校じゃないっていうのは、どうでもいい話をちょっと言っておりますが、大阪桐蔭はもう一人だけちょっと要チェックしてもらいたいのが奥井くんっていうのがいて、もうナンバー8なのかフランカーなのか分かんないですけど、まあもうめちゃめちゃ強くて、もう 逆に言うとどこの大学行くんだっていうのがもう1年の頃から言われてて、1年の頃からレギュラーだったんですけれども、その奥井くんが3年生になって、まあキャプテンなんでここは要チェック、しといてもらえたらなと思います。大阪桐蔭の主将ナンバー8の奥井くん要チェックです。続きまして、東福岡、いやー本当に B シードっていうのが信じられないぐらいもう毎回出てくるんですけど、僕やっぱ東福岡といえばやっぱセブンスで大活躍してる藤田くんのイメージがすごい強いんですよね。もう大型のフルバックで、もう棒の持ち方が独特で、もう本当にグラウンドを縦横無尽に走る藤田君が結構僕の中で東福岡のイメージなんですけれども、でも他にも優秀な選手、明治大学さっきの伊庭君とコンビ組んでる森選手とか、あとウイングで早稲田でニコニコ笑ってトライするで有名な古賀選手とか、あとはセンターからフランカーでにコンバートを大成功したって言われてるもう布巻選手、今サントリーで活躍している布巻選手とか、もう本当に優秀な人たくさん輩出してるんですが、もう一人ちょっと要チェックなのか、すいませんちょっと大学ラグビーになっちゃうんですけど、東海大のスタンドオフの丸山凛太郎くんっていうのが東福岡出身なんですけど、まあちょっともう面白い選手で、キックパスが異常にうまいんですけれども、東海大で公式戦、今年2年生なんですが、なんか最初の方怪我なのかどうなのか多分まだフィットしてないか分かんないですけど、最後の方結構、スタメンで出ててもうキレッキレなんで、まあ、その東福岡出身の、丸山凛太郎選手もちょっと大学ラグビーではチェックしておいてください。でどんどんいきますね。佐賀工業、
あのちょっと今日今回書いてあるんですけど、38年連続とか出てる、まあ名門校ではあるんですが、まあ佐賀のラグビー自体はちょっと僕もそこまで詳しくないんですけれども、ただ毎年常連校出てる中、やっぱ一番有名なのが五郎丸選手ですね。佐賀工業といえば五郎丸の選手の イメージですね。あと太田尾選手もいるんだ。フルバックの関東学院の主将だとしたら田川選手とか、まあやっぱり優秀な選手多いですねということでございます。で、国学院栃木は僕が大好きな明治のキャプテンの武井君主将、それとあと皆さんも、まあ、記憶に新しい田村選手、ワールドカップであの司令塔をやった田村選手も国学院栃木で、流通経済大柏はあの選手というよりも、僕ここ去年も流経大柏はもう花園でもあの大活躍して、その多くの選手がやっぱりそのまま流経大に行くので、やっぱりその流経大自体がもうめちゃめちゃレベル上がっていると。で、あのやっぱ慶応もそうありたいって思ってるんですよね。みんな高校もちゃんとあの全国レベルのチーム鍛えて、花園で鍛えて経験値を積んで大学に慶応に行ってもらいたいっていうのがあの思いはあるんですけれども、なんか慶応以上に流経大柏がそれができてる学校かなっていう感じがします。あのぜひチェックしてみてください。で、あの東京高校はまあ昔からの名門校なんですけど、まあそんな何年連続とかはあんまなく、やっぱり東京も激戦なんで、あの久我山、今回出てないですけど久我山とか、あと本郷、あもう一つは本郷とか、あと去年出たけど今年出てない早稲田実業とか、あのそういう意味ではあれか、あれ去年久我山出てないか、本当に群雄割拠で東京もやってるんで久しぶりですが、やっぱ東京高校はあの皆さんもご存知、ご存知っていうかあれかな、あのノーサイドゲームで、出た斉藤裕也選手、あのフランスリーグに、でも活躍したぐらいの僕の1個下のナンバー8だったりするんですけれども、あのそこの出身が僕の中でイメージ強いですね。東京高校では斉藤裕也選手で、続きまして、日本航空石川なんですが、もう最近すげえやってるんですけど、あのフィフィタ、でここ最近はもう本当に常連校になってきてるんですが、なんとなくなんですけど、きっとこれって学校ぐるみで多分関係ってあると思ってて、っていうのはあの最近で言うと報徳学園から結構明治に行く方が多いのと一緒で、結構この日本航空石川さんで、花園で活躍した特に留学生とかが結構天理に行くっていう流れなので、まあ、そういう風なんだって思ってみても面白いかもしれないと思います。で、次が中部大春日が丘、これ難しいんですよね読み方、春日が丘、ここがあの最近愛知としては結構常連になってきたんですが、初めて花園を連れてったのが姫野選手、やっぱドラマありますねということで、ちょっとバーってざっくりあのちょっと特徴、あの卒業生を中心に特徴をお話しさせていただきましたが、やっぱシード校が強いなということだったんですけれども、やっぱり今日予選見てみてうわもう北洋大とか報徳学園とか岩見水華とか、ノーシードなんだっていうふうに思うぐらい、やっぱりもう1回戦から楽しめるんで、もうぜひぜひ皆様チェックしていただきたいなと思います。で、僕は慶応が今年筑波に負けてしまったのは結構慶応的には事件なんですが、あ大変だったことなんですが、その時に大活躍した筑波のセンターの岡崎選手が長崎北洋大出身で、長崎北洋大出身の選手ってすっげえ優秀な人多いんですよね、あっちこっちに本当に、結構なんか真面目なプレイヤーが多いなって感じなんで、僕ついつい応援しちゃうんですよね。去年も確かベスト4残ってたと思うんですけど、やっぱ長崎北洋大ちょっと応援してしまうなって感じがします。で、報徳学園は先ほど言ったみたいに今もう明治と報徳学園ってもうなんか繋がってんじゃねえかっていうぐらいあれなんですけど、今バイスキャプテン、ウイングの山村選手とか、あと今年、
山沢選手がスタンドオフに行ったことによってフルバック定着した久保山選手とかね、もうそこら辺も全部報徳学園出身だったりするんで、あと岩見水産っていえば、僕が本当に大好きな、今年の天理大学キャプテンの岡山選手出身ということで、もうこんなことやってたらもう本当にずっとスタッフと全員いろいろ調べてるんですけども、僕も知ってる全部知ってるわけじゃないんで、こうやって調べるとなんか面白いなと思ってつい見てしまうんですが、皆様も好きなチームだったり好きな選手とかを高校の花園でも一人でも多く見つけていただき応援してもらえたら、でその彼らが大学とかトップリーグで見ていく姿を見るのがこのラグビーのコアファンとしては最高の楽しみなので、ちょっとそこはお話しさせていただきました。12月27日から始まります。それまでに、この動画で少しでも皆様がちょっとでも盛り上がってくれたら幸いでございますということで、お付き合いいただきありがとうございました。高校ラグビーも大学選手権も、あと来年からトップリーグもラグビー佳境ですが、皆様と一緒に楽しみながら盛り上げていければなと思います。ということで、ありがとうございました。レッツラグビー。